入ってる。あ、おもちゃだ。やったー。あ、しかもこれさ、ジャン君じゃん。ほら。あ、本当だ。ジャン。ポンちゃん、ポンちゃん、ポン、ポンちゃん。ポンちゃん、いらっしゃい、ちゃんくん。はい。よいしょ。では、これをやりましょう。ちゃんもやる。ポンちゃん。
ちゃんくんおいで。おいで。はい。はい、ちゃんくん。ちょっとそこ遠いからこっちがいいね。はい。もうちょっとこっちです。あれ遠い。またいただき物届きました。細かくいくよ、うん。これはジャスミンミルクティー。うまそうだね。美味しそう。ジャスミンティーでミルクってことだね。ジャスミンミルク飲んだことない。うん、はい。塩レモンおかき。想像がつかない。塩レモンのおかき。そういう味のおかきね。おかきは揚げてあるから、うん、あの塩とレモンでさっぱりなんじゃない？そういうことか。そういうことだね。はい、そして静岡名物八の字。内容はわからないけど、桑名屋。これもせんべいかおかきみたいな、小麦だからクッキーかな。なんだろう、書いてないよ。八の字しか書いてない。焼き菓子って書いてある。じゃあ焼き菓子ってことはクッキーとかビスケットとかもね。はい、いただきました。そしてこれはウーロン茶。あ、それ開ける？ビニールに入ってるから。ここで読めた。大丈夫。ウーロン茶をいただきました。これ小さいパックになってるって、なんかいいものなのかな。はい、それに加えてこれは猫のエコバッグ、ね、エコバッグ。もしかして中があのあれになっている、なんとか仕様。あ、そうだ。こういうやつね、うん、ひんやりみたいなやつね。はい、そして、次行こうと思ったのに乗られた。ポンちゃんに乗られちゃった。あ、これは袋だね。そっか、袋でいいです。乗ってていいです。いいですって、はい、よかったね、ポンちゃん。そして長財布。猫の長財布です。これちょっと開けられる。はい、よいしょ。はい、このような。立派。お、なんか入ってる。チャーム付き。チャーム付き。そっか、ニャンコだから、こんなところにつけるんだね、きっとね。そういうことですね、うん。はい、チャームなんて覚えちゃったよ。はい、かわいい。ということで最後に、なんかすごい大きなものですけど、よいしょ。お、あ、ポンちゃん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 、にゃんこの顔だよ。はい、なった。そしてこれすごい巨大な猫。にゃんこのバッグです。はい、猫のエコバッグ。あ、なんか入ってる。入ってる。あ、おもちゃだ、やったー。あ、しかもこれさ、ジャン君じゃん、ほら。あ、本当だ、ジャン君が巨大ジャン君でした。そしてこのおもちゃは、あ、サルボムだ。それだ。それだ。おもちゃじゃないってこと？サルボムって、あ、でもなんか紐がついてるし。本当だ。お、あ、違うよね。これにはあのピッてつけるのがついてて、これは耳かきだ。あ、はいはい。そっか、これとこれがついてるとついにゃんこのおもちゃかと思っちゃうんだよね。はい。ありがとうございます。かわいいね。かわいいね。うん。そして、お、あ、なんだっけ、オリンピックのキャラクター。これ何ちゃんって言うんだろう。なんか名前ありそうだよね。クッションクリーナー。あ、でも名前は書いてないか。はい。うん、まあオリンピックやるかどうか、まだ今現時点ではわかりませんが。これは猫の何？猫のおやつクリップ、アメショウ。ああ、袋を閉じられるんだ、これが。あ、パチってなるんだね、きっとね。
ちょっとかわいい。かわいいね。お尻と顔になってて。はい、そしてこれは何だ？自立。あれだ。自立。自立って書いてあるから自立すんのかと思ったら。水切りポリ袋、うん、これ便利なの。あの三角コーナーいらずっていうやつ。あ、そういうことか。そう、私はね、三角コーナーにかぶせるんではなくて、なくてもできるよ、ね、そう、自立で立ってくれるから、はい、私はいつもあのプチプチ穴を開けて、うん、作っているやつをやらなくていいってことだ。じゃあ、ポンちゃんがどいてくれたよ。はい、これね、さっきポンちゃんが乗ったやつね、うん、そしてはい、出たにゃんこのキャットフードという、名前のクッションかな。クッションだ。こんななんだね。2キロ、うん、はい、またクッションの上でこの人が、この人が、ね、ポンちゃんほら見て見て、乗るよきっと。ポンちゃんポンちゃんポンちゃんの好きそうな感じのふわふわだよ。ふみふみ系だね。そうだね、ふみふみするね。じゃ、はい、よかったね、ポンちゃんのふみふみ。はい、ということで、ちょっと雑然としちゃいましたけれども、ありがとうございます。いただきました。エコバッグ、山ほど。いつもエコバッグに入れてくれるから。あります。ね、でも助かってます。そう、今日ね、買い物に朝行ったけど、そう、ビニールバッグの中にね、入ってなかったんですよ。そうね、エコバッグ入れ忘れた。あんなにいっぱいあるんだから、あっちにもこっちにもあの入れといて。そうなんですよ。私はさ、たくさん入れてるんだけど、はい、次から入れときます。はい、入れときます。これで遊んどく。今日はちょっとスローだね。あ、今ご飯食べたとこか。あんまり動くと吐いちゃうか。ほどよくね。じゃあ首につけてるよ。じゃあ